ご視聴ありがとうございます。本日も軽めの展示フィギュアご紹介になります。ワンフェス2024冬展示になりまして、また渋スクさんになります。2連続ですね。で、今回のフィギュアですが、この素晴らしい世界に爆炎をめぐみ爆裂魔法への憧れバージョンになります。よかったら見ていってください。はい、まあそんなわけで、渋スクさん熱いんですよね。今回のワンフェス、最初にマドカのフィギュアをご紹介して、次に SAO のユキヤスナで、今回はこのスバメグミンです。最近放送されたメグミンのスピンオフからのフィギュア化ですね。名前が爆裂魔法への憧れバージョンとのことなんですが、ティザービジュアルの立体化みたいですね。めちゃくちゃ綺麗でした。劇中でエクスプロージョン放つ時もですが、レインボーのキラキラエフェクトが出るんですけど、それすごい好きなんですよ。フィギュアにも合うというか、映えるというか、クレパツとても綺麗で、まさに渋スクさんにもってこいなシーンのフィギュア化だなと思いました。で、めぐみに関してはちょっと可愛すぎですが、実際も可愛く描かれてますからね。で、フィギュアキャラ自体もいい感じですし、でそれをエフェクトが超引き立ててくれてるんですよね。虹色のグラデーション、輝きのパーツ、これも一つ一つ一色じゃないんですよね。で、あとパールっぽくもなってますかね。本当に綺麗なフィギュアでした。で、しかも、内側へと伸びていくエフェクトなので、あまり広がらずで場所もそこまで幅取らなそうですし、前回のエクスプロージョンフィギュアよりも全然コンパクトになってるんじゃないかなと思いました。いや、これも欲しいですね。そんなわけで、渋スクさんのフィギュアだけでも欲しいものが多すぎるんですよ。なるべく多く予約できるように、少しでもいろんなフィギュアの発表間隔が空くと嬉しいですかね。でも最新のデコマス展示結構ありましたからね。予約開始も早いかもですが、私も受注期間しっかり調べて計画的にポチっていこうと思います。皆様もぜひチェックしてみてください。はい、では以上になります。今回は渋スクさんで、とても綺麗なめぐみフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。